はい、皆さんこんばんは、こんばんはじゃない。はい、皆さんこんにちは。YouTube 生命判断のスガッティです。今日はこちら。JR 高崎駅西口に来ております。普段私は自然堂というお店で、占いやったり飲み屋さんやったりしてるわけなんですけれども、今日はこの高崎駅から自然堂までの道順をですね、ご案内したいと思います。こちらが高崎オーパー、そしてエキベルモントレーですね。ここに見えるのが高崎高島屋です。自然堂は高崎高島屋とこのオーパーのちょうど真ん中ぐらいに挟まれた位置にあります。それではご案内いたします。ちょっと待ってね、青信号になったから渡ります。ここを渡ったこの2階が自然堂です。ちょっと日当たりが良すぎて看板焼けちゃってますが、この2階が自然堂です。その裏、レンガ造りのシックな建物が高崎高島屋ですね。それでは2階に登ってみましょう。あ、看板が見えてきました。占いね。でも実はこの看板ちょっと紛らわしいんですが、自然堂の看板じゃなくてお隣さんなんですね。隣に占いの館が半年ぐらい前かなできました。自然堂はこの2階です。雨の日は滑るんで気をつけて登ってきてください。あとは言っても、今後はお店での占いは有料にしようと思ってます。無料占いはこの YouTube 占いでのみ実施いたします。こちらが店内です。はい、そんなわけで、無料占いは YouTube でのみ、実施いたしますので、ぜひとも皆さん登録、チャンネル登録していただいて、お問い合わせお申し込みは LINE でのみ受け付けております。電話とかコメント欄とか、メールとかでは受け付けてませんので、LINE でお申し込み、お問い合わせください。それではお待ちしてます。よろしくお願いします。